逆光になるね、逆光になるね。よし、じゃあまず表紙見よう、表紙。はい、まず表紙、ゆいはんとジュリ。じゃあゆいはんバックからいこうかな。まあ16人ですよ。はいはいはい。おおおお、引いた、いきなり。おいおいおい、ちょっと反応が悪かったぞ。いやいや、待って待って、まだわからん。はい、あ、こじはるさんですか。これが何枚も。はい、ジュリーナ、ジュリーナのおっちゃんだな。はい、トム、トム、あれトム引いたじゃん。それでさくら、さくら、まあいいや、さくら、さくら引いた。じゃあさくら引いたんで、とりあえず次のパックいきます。じゃあまずはジュリちゃんパック、まずはじゃねえよ。もう早ね。おお、はい、かぶり、はい、かぶり、はい。ユキリン、最後じゃね、これバル。あは、おっと、待って待って、そのバル、そのバル一緒だよ。マザイ、マザイかよ。さくら険しいかも。険しい、険しい、俺が1枚出せばあれ。とまあそんな感じで、まあいいよ、まあいいよ。さくら1枚出ただけでも俺は引きがいいと、引きが引き1枚出る。そうだね、2バックで出るんだね。まあいいや、地道にやっていこうと思います。さくらだけコンプできますか。もう全部は、全部捨てた、全部捨てて、より中引き、サンスポンで全部やってますか。今回の写真は桜井が興味ないんで、全部変えてきました。なんか写されてるんだけど。あ、写ってるんだけど。えっ、一応サンスポンで、今回16人、選抜16人しかいないから、桜井だけしか興味ない。は？誰だよ。何やばいよこれ。なんか全部無償だって、無償、これ無償でプレゼント。いや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 、幅、幅っていうか厚さもすごいし、幅もすごいんだけど、恐ろしいわ。いや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 、やばいな、どんだけ集めてんだよ。あとまあこんな感じでさくらの3種ポイントを済ませたんで、やばい、また降ってきた。ちょっと携帯にかかるんで切ります。はい、ということでですね、10月1日2日、まとめて生写真の紹介をねしていきたいと思います。はい、まあ生写真ラブトリップね2パック買いまして、その2パックってなんと、さくらちゃんはこっちコンプしましたよ。はい、こちらはコンプしました。で、こちらもコンプ してきました。ラブトリップの劇場版です。はい、こっちもら、無償でもらって、こっち、トレードしてきました。はい、罪のおかげでまあなんとかそのね、こっち2つは手に入れて、ラブトリップ劇場版と会場版両方、さくらのコンプできました。見事に、いや綺麗にラブトリップ本当にコンプしてきまして、10月1日2日で、はい、とても綺麗にうまくいきました。最高ですね。で、そしてゆうさんからね、ちょっとこれをいただきました。はい、僕が村杉のなんかで、誰かに渡すのと、まあゆうさんと協力でなんかナーネの、やつなんかで手に入れますね。で、そしてですね、大運動会の方も、見事なんとかエミリーとチョークレナちゃん、はい、いただきました。小田エリとチョークレナちゃんで交換しました。僕チョークレナちゃんの方が好きなんで、チョークレナちゃんと、まあエミリー何で手に入れたっけな、なんかで手に入れた気がしますけども、はい、エミリー手に入れましたのと、ラブトリップの劇場版その他、小島子、リリポン、おかっぱちゃん、もう一方ですね。この3枚もいただきました。多分この3枚一週間かな、ですね。多分一週間なんで、これはこれで手に入れました。そして、8のラブトリップも手に入れました。坂口なぎさちゃん、倉野なるみちゃんですね。はい、唯一ランクインした、8の2人、手に入れました、無事に。まあ僕が求めていたラブトリップは、さくら、なこ、みく、倉野なるみちゃん、なぎさちゃんのこの5人を今回は狙ってたので、で、さくらもさっき見せたように、コンプしたのと、その前に秋葉原で手に入れた、なこちゃん、
こちらのなこちゃんのラブトリップとみくちゃんのラブトリップはすでにもう持っていたので目標達成です。やっぱさくらが3仕込んだからなかなか集めるのは難しかったですけども、まあ10月1日2日両方合わせてうまいことコンプしました。こっちに関してはたった2パック2000円ぐらいでコンプしちゃいましたからね。さくら2000円でコンプはなかなか安いですよ。本当にかなり安い感じで手に入れちゃいました。まあかなり生写真がうまくいき、もう自分の思い描いてた通りのかなり嬉しい結果となりました。まあそんな感じで今回の10、ラブトリップの個別握手会のお話はおしまいになります。まあ楽しかったですね。はい、生写真も充実していたのでとても楽しく終わりになりました。生写真と、サインとそして写真も手に入れたやつが撮れたのでみくちゃんね、完璧でした。ありがとうございます。まあということで協力があって、皆さんの協力があって生写真、本当にコンプできたのでありがとうございます。またぜひトレードスペースね、行けたらその時はまたトレードスペースよろしくお願いいたします。ということで今回はそんな感じで終わらせたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイなら寄り添い合いながら時に遠ざけながら